ということで今回はパワーコードの極みリフということで、パワーコードを交えた極みリフということで、すごく難しいです。今回はパワーコードって聞くとどうしてもね、簡単なイメージ、特に今回はまあ E からスタートしてるんですけど、このこれとまあ6弦の開口を絡めていくっていうリフなんですけど、そんなに難しくないんじゃないので、やってみると意外と難しい。なぜかというと、ここの時点ではまあそこまで、今までの動画やってればそこまで難しくないと思うんですけど、この次にここがやっぱ難しくて、スライドを絡めていってなおかつオルタネイト、今までの感じができてないとリズムが取れないと思います。ここが難しいと思いますね。リズムの中にスライドを入れるっていうのが結構難しいと思います。これ右手はバッバッ2発しか弾いてないですよ。なんだけどスライドで3つ目の音を発音すると、でこの時に最初アップからスタートしますね。オルタネイトからいけば次はダウンなんですよね。で次はまたアップでってことですよね。で今度はまたで、それをつなぎずっと繰り返しなんですよ。最後だけダウンアップダウンアップの、まあ普通の言ったらシンプルなね、最後だけシンプルなんですけど、やはりここのスライド、全てにスライドが入ってきますから、そのスライドをいかにリズムに入れながら、しかもダウンとアップを考えながら、オルタネイトを考えながら、アップダウンアップダウン、わかりますかね、アップダウンアップダウンアップアップみたいな言いながらやるのもすごい難しいですけど、わかりますでしょうか。でこれがまたテンポに乗ると難しいです、極みです。今までのフレーズの中で多分一番難しいんじゃないかなと思いますので、結構練習しないと難しいかなと思いますが、ぜひリズム、スライドをリズムに入れるっていうことと、オルタネイトをねやっぱりマスターしたいという人にはぜひチャレンジしてほしいですね。この動画いいなと思った人はぜひチャンネル登録、そしていいねボタン押していただければいいかなと思います。ぜひ今後ともよろしくお願いします。では今回はバイバイ。